郷田一家は山口県下関市を本拠に、主に山口県下を勢力地盤とする山陽道切手の名門老舗組織として全国にその名が知られている。郷田一家は昭和23年郷田浩一によって結成された郷田組が母体で、その系譜は初代郷田浩一、二代目浜辺一郎、三代目浜崎明、四代目川崎雄二、五代目山中大光、六代目貫井寛治、七代目末広誠と続くが、その源流は明治、大正、昭和にわたりヤクザ氏に共鳴を残す籠虎こと洞朝之助に遡る。洞朝之助とは和歌山県生まれで、難波の福と呼ばれた大阪切手の大親分鶴田丹蔵に見込まれ、養子の縁を結び山口県下関市で籠虎組新宮座を経営していた。籠虎組の実態はヤクザであるが、表向きは一般の建築土木業や芸能工業を扱う会社組織であった。そして下関市の市会議員の公職を務め、積み上げてきた実績や影響力を礎に、衆議院選挙に立候補すると全国最高得票で当選し、国会議員になりヤクザは引退している。その後洞朝之助の長男洞虎之助が籠虎組2代目を継承した。昭和23年籠虎組の代頭であった郷田浩一は籠虎組の跡目に指名されたが、名誉ある籠虎の名跡をそのまま引き継ぐにはあまりにも恐れ多いとし、あえて籠虎の名称を継がず、大門も郷田組の大門に変更し、郷田組として都政の道を踏み出した。そして郷田浩一は名門籠虎の勢力を引き継いだこともあり、西日本切手の大建物として地位を築き、各地の親分衆から熱い信望を集めた。昭和43年郷田組の名称を郷田一家に改称。昭和45年西日本各地の有力独立組織が加盟し結成された反山口組同盟の関西初華会は郷田浩一の提案によるものであった。昭和50年郷田浩一が死去すると、二代目に浜辺一郎が就任、初代の遺訓に沿い薬物追放に尽力した。昭和58年浜辺一郎が病気のため二代目を引退すると、三代目に浜崎明が就任し組織の発展に尽力していたが、昭和59年2月浜崎明が死去すると、1年もの間早朝不在の時期が続いたが、昭和60年6月川崎雄二が4代目を継承した。しかし川崎雄二もほどなくして病気により死去した。昭和62年不幸が続く中、山中大光が5代目を襲名し組織改革を行い、原点回帰と題し、初代郷田浩一の幸の文字を大門に刻み、石碑を建立するなどし、一家の結束を図った。そして、郷田一家は、山口県下の反目勢力と次々に対立抗争を繰り返しながら、反目勢力を吸収し、県全域を勢力範囲とするまでになった。昭和63年、発展的改称した関西初華会に代わり、新しく西日本初華会が結成された。この西日本初華会は、関西初華会とは違い、山口組を仮想敵とするわけではなかった。平成3年、山並構想で羽谷組が脱退すると、西日本初華会は解散。平成4年7月27日、山口県公安委員会から指定暴力団に認定された。この時郷田一家の若頭であった貫井寛治は、山中大光5代目の代理人として、法逮捕に基づく指定に際しての聴聞会に出席し、我々は任侠の修行を積む者の集まりであり、暴力団ではない。法逮捕は憲法に違反しており無効。言われなき指定に憤りを感じており、法廷闘争も辞さない。都道法をめぐり、法廷の場で争う姿勢を見せつけた。だがその主張も虚しく、郷田一家は指定暴力団の認定を受けた。平成5年、山中大光が引退。5代目時代に若頭を務めていた貫井寛治が、6代目に就任。貫井寛治の継承式では、5代目山口組射程頭補佐で、中国四国九州ブロック長の大石隆夫が後見人を務め、平成17年、6代目山口組が発足すると、6代目山口組若頭高山清が新たに貫井寛治の後見につき、反山口組色が強かった郷田一家は山口組と縁を持ち、親戚団体となり平和共存に貢献した。平成8年、
五大一家を含む中国四国地方に拠点を置く独立組織五団体が、親睦団体、五社会を結成。平成21年、ぬくい幹事の引退が表明され、七代目末広誠が誕生すると、先代に続き後見人は、六代目山口組若頭、高山清が務め、山口組との関係をより強化なものとし、五大一家は山口県下に他組織の進出を許すことなく、さらなる組織の繁栄に尽力している。